羽生結弦選手の密着取材「情熱大陸」は国内外に大きな波紋を投げかけた番組で、ファンの感動はピークだったようだ。日本のファンの反応は、羽生結弦情熱大陸放映後止まらないツイッター感動の嵐、ネットの反応、長編でお伝えしたが、海外の反応が気になり調べてみた。今日も明日もフィギュア王様のブログから。海外の反応、短すぎるよ。このドキュメンタリーは2時間にはできただろうに。私の一番お気に入りのシーンはバックステージでのノブとショーマのモノマネ遊びかな。彼らみんながショーマのランディングポジションや腕の使い方を真似していたね。とっても可愛かった。この番組は大会のフリーの演技よりも短く感じました。そうだよ、 TBS はゆずるに3ヶ月密着したと言っていたのに。純子山崎アットマークゆひふぐ Facebook からのシェア。彼は世界選手権の前に足に大きな痛みを抱えていて、それを隠していた。そしてこの怪我のことはトップシークレットだった。取材スタッフたちは密かに怪我のことについて聞かされていたが、それは他言してはならない秘密。公園でゆずるとスタッフが歩いている時、スタッフは、あなたは足首をかばっているように見えます、大丈夫ですかと質問をしてみたところ、ゆずは、はい、年始から痛み始めましたと答えた。またさらに取材スタッフが、再び世界選手権の終了後にこの番組が放映されますが、大会が終わった後に怪我については公に伝えますかと尋ね、それに対してゆずは、わかりません、多分しないだろうと思いますと答えた。怪我の問題について今はオフシーズンだし、彼は秋までに完全な状態に調子を合わせるには十分な時間があるけど、正直なところグランプリをスキップして全日本選手権や四大陸に出場し、そしてヘルシンキの世界選手権にピークを持っていくというプランでも良いと思う。その通りだね。ファイナルがマルセイユで開催されるから、そこでユズルを見ることが夢なんだけれども、もし完全な回復のためにより多くの時間が必要なら、彼の健康のためにもグランプリはスキップしてほしいと思う。追加の番組か何かが欲しいね。羽生の怪我についてはとても不幸だったと思う。ほとんどの怪我が世界選手権の前に起きているように感じるね。彼はどの世界選手権においても怪我をしているようなものだから、2014のは例外？私はこれは練習のしすぎによるものではないかと思う。手術が必要な場合は完全に回復するまでの時間をとって練習に急がないでほしい。オリンピックシーズンまではまだ丸々1シーズン残っているわけだから、まだ時間はあるんだ。取材スタッフ、あなたは強い人間ですか？ゆずる食い気味に、いいえ、弱いです。本当に弱いです。自分が弱いからこそあるほど孤立する必要があって、それがなければ自分を持っていけないんです。強い人であれば周囲が何であろうと問題にはならず、影響されることなく自分自身を作ることができますが、それができないのは自分が弱いからだと思います。そして羽生結弦選手について、彼の特性を理解したとても素晴らしい秀逸のコメントがこれであった。私は彼のことを弱いとは言いたくありませんが、彼は間違いなくとても感受性の高い人間のようですね。もちろんそれが重荷になっているのかもしれませんが、特にメディアやファンに対応している時、しかしその感受性の高さによって彼は驚くべきパフォーマンスを披露することができるのです。私たちが彼の演技から実に多くの感情を感じることができるのは、彼が一つ一つの小さな感情を強く感じ取ることができるからだと思います。そんな羽生結弦選手との時間、これからも大切にし、感謝の気持ちを込めてエールを送り続けたいものだ。